でもめっちゃ久しぶり。そうですね、なんかあんまり最近カラオケやってなかったんですけど、久々にちゃんとやりたいなと思って。すごい、なんか最近調子悪かったんで。そうやってるの見るの面白いです。今度の形成学会でも講演するんですけど、これをちょっと禁止してるんですけど、この動き。どの動きですか？やっちゃいけないんですよ。すごい高速でレフィールしてるんで、かなりそれもえぐっちゃうんですね。なるほど。その後でレフィールすると、パンパンがある人もいるんですよ。悪化しちゃう。サビはこうランダムに当てないとすぐ閉まらないですね。なるほど。あれはまあ数分で通常は閉じるので相手がランダムしかかるとみたいなんですね。よく見るとこうランダムに乾杯してるんですよね。なるほど、面白い。見てるとそうですよね。私たちも見やすいですよね。見ることがないんで。久々のこの赤みですか？そうですね、久々。痛くないから好きなんですけどね。でも強いと思いますよ。本当ですか？はい。麻酔ちゃんとかけてるから、アメリカの人もう本当ほとんど、まあ、テストもされてる方もいらっしゃるぐらいのものなので、麻酔打って痛いけど、まあ、耐えられるから、じゃあいらないわっていう方もいらっしゃるんですよ。もうなんかウルセラやったらそれが一番痛すぎて、もうあと何年も一緒ですね。あれ痛すぎる。あれやばいですよね。何でもいいです、他の全然痛いと思わないですね。こんなに痛かった。あれは本当に無理。いやでもなんか肩トントンしてくれなかったら無理でしたね。そうですよね。でも効果はあるなって思ったけど、ちゃんと痛かったな。ちゃんと痛かったですか？これがいい扱ったしてるんですね。なんだろう。おー、ガルさんみたい。花です。はい、花ね。花。花いつもムズムズしたい。多いです。そうですよね。はい、取る方多いです。これ大体何ミリぐらいなんでしたっけ？今日ここは 1.75 です。これはきっとこのぐらいで留めた方がいい。なるほど。深くやりすぎるとダメなの。やっぱり、ちょっと皮膚に負担は結構大きいので。痛くなりすぎたね。皮膚はもうなるべく深く、2.5 とかまで行って、あとは、皮膚の治す、整形とかの方がいいと思います。なるほど。どういう時ベルベット好きなのがいいの？好きなのはやっぱりこのパーンとするんで、毛穴とか締まり感っていうのは感じる。この毛穴なんかすごいいいかもしれないですね。じゃあ右目の下少し引っ張ります。
大丈夫です。はい、大丈夫でしたでしょうか。はい、でちょっと残った薬剤少し拭き取ってから、ここからです、ね、ここからです。戦いはここまであんま赤くないですもん、うん、スポンジ状態ですか。スポンジ、はい、なるほど。普通のマッサージピールと同様の手技でするんですが、押し込みがなくて済むんですよ。針穴開いてるのでもう塗るだけで入ってくれるじゃないですか。なので針穴が開いてる段階でもうすぐ入れ込んでいかないといけないんですね。急ぎですね。そうなんです。マッサージピールとこうやってでもなんかギュンってやりますよね。均一に均等に圧をかけて入れ込んでいかなきゃいけないので、なんかでも他でやった時あんまりギュッて入れなかったところもありましたね。多いですよ、塗るだけのところも多いです。せっかく受けるんだったら効果あった方がいいじゃないですか、うん、なのでちょっとこう圧かけて均一に で、お肌全部均一に反応させなければいけないので、ムラがあっちゃいけないので、どこが多くてもどこが少なくてもあんまりないようにしてるんですけれども、まあその中でも気になっている箇所ってあるじゃないですか、うんうんうん、その箇所のところはしっかり入れ込むっていうような感じになります。確かに結構ピリピリしますね。しますよね。これが噂の灼熱。そうなんです、そうなんです。なのでここも早くしてくれる。なんか唐辛子めちゃくちゃ塗られた感じかな。そうです、そうです。デスソースを顔に塗られたらこういう感じ、はい、こういう感じだろうなっていう。で洗顔するとそれだいぶ落ち着きます。マジ唐辛子こんな感じですよね。だから赤みも出るのもやっぱりごもっともな感じなんです。一番じゃあマッサージピールの施術だと赤みが出るっていう。出ます。マッサージピールっていうかダンマペン、ダンマペンの中でだと一番赤み出ますし、あとはニキビ跡のすごく凹凸ある方だとその 2.5 ミリですごく深くする方っていうのでも出血はするんですけれども、赤みの状態多分こちらには負けるかなと思います。あ、もういいんですか。はい、大丈夫です。おー、でこの状態で結構処置後の赤みはやっぱり、やっぱ今ちょっと腫れてるからボコボコしてますね、はい、もう全然痛くない、もう灼熱感はそれで落ち着くんですが、ちょっとホテル感は多分内部ありますよね。確かに、はい、でも思ったよりもっとずっと痛いかと思ったんで全然痛くなかった。大丈夫なんです。でツヤ感ちょっとお花とかすごい分かりやすいと思うんですけど、パーンとしてる感じ分かりますか。確かに。なのでマッサージピールの張り感とかをやっぱりダイレクトに入れ込むことによっての効果っていうのは一番出やすいと思います。じゃあ張り感とパーンとかはバッツリ出るってことですね。楽しみ。赤みも徐々に徐々に多分受ければ和らいではくるので。なるほど。あの何度もダーマペンを受けていただいてるからこそのこの赤みで済んでるのでそうかそうか、そうですよね、肌強くなってるから。帰宅後1時間くらい。ちょっとさ、少し腫れが引いてさ、このパンとしたツヤ、わかります？ちょっとあんま触んない方がいいんだけど、パンとしたツヤ感、顔は穴だらけでまだまだ腫れて赤くて痛々しいですよ。痛みは全くありません。だいたいここから赤みが増してくるんですよ。いつも1日目の夜が一番増してくるので、まあでもちょっと腫れは引いたしっていうことで、だんだん面の皮がね厚くなってるっていうね噂もあるので、そういう感じなのかしら。ちょっとしばらく赤みが減るまでモニタリングしたいと思います。すごいね、痛々しいわ。全然痛くないけど、でもやっぱりいつもとは違うね、ツヤとかというかやった後からの張り感がすごい。マッサージピールって皆さんやったことあります？私はね何回もあるんですけど、マッサージピールってやった直後から張り感とこうツヤンって感じがすごい出るんだけど、その良さが今すごい出てる感じで、はい、火を追って見ていきたいと思います。終わり。はい、というわけで4日目になりました。今ノーマルカメラなんですけど、だいぶ赤みは引いてきたかなっていう感じ。2日目はもう1日目とほぼ一緒だったんだけど、3日目はもうちょいマシになってきたけど、4日目でこれぐらいなんで、いつもよりはちょっと時間かかってるかなっていう感じです。いつもだったら4日目でね、もうほぼほぼ赤みはないんだけど、結構鼻のあたりとかね結構残ってる印象です。まだまだで、この後もっとつるんとなってきて、まだ皮むけしてる状態なのであれなんですけど、この後もっと綺麗になっていくっていう感じになります。というわけで4日目まででまあだいたいメイクで隠せるかなっていうぐらいになったので、まあ実質超綺麗になるまでは1週間ぐらいかかりそうな予感ですね。
おはようございます。今日で5日目になりました。マジ寝起き、今顔洗ってきたんだけど、こんな感じ。まだちょっと赤みというか、なんかちょこちょこあるかなっていうところはあるけど、だいぶ触り心地としても落ち着きました。3日目ぐらいからちょっとポロポロっていう感じで皮むけし始めて、昨日4日目が一番皮むけが激しくて、今日もまだちょっとところどころ残ってるんだけど、それが剥けて触り心地としては結構つるんとした感じがしているので、まあまあまあっていうところですけど、鼻のね、ここの赤みのところが結構しつこいなっていう感じで、ここは結構ね最終まではかかるなっていうところなんで、本当に多分ちゃんと1週間かなっていう感じ。まあでもお化粧で昨日やってみたけど、4日目ぐらいの赤みだったらもう全然お化粧で赤みっていう感じなくカバーできるかなっていうところだったんで、お外にメイクして出ても全然こう、あ、マッサージピールやった赤みあるなっていう感じは全然自分では感じない、他人から見ても多分わかんないかなっていうぐらいだったので、4日目ぐらいには落ち着いて、そして5日目まだこれなんで、本当に調子戻るには丸々1週間っていうか、多分2週間ぐらい経った時が一番綺麗かなっていう感じもしないでもないかなっていうところなんですけど、はい、そんな感じでした。というわけで施術後のレポは今日までにしようかなと思います。こんな感じだね。はい、結構長かったけども、ベルベットスキンやってみての感想は、ダーマペンはもともとね大好きなんだけど、いつも何を液を入れるかっていうのすごい悩んでて、針穴開けた後にいろいろこう入れれる液があるんだけど、今回はマッサージピールやってみたけど、ちゃんとしたツヤ感張り感がすぐ出てくれるベルベットスキンはなかなかいいなと思いました。ただやっぱりね、結構回復までに時間がかかってくる。これ毎回やってたらねもっと良くなるかもですけど、あとやっぱり痛みがダーマペンやる中でも一番痛い施術になるので、痛みに強い方は全然いいと思いますし、張り感をねもう直後から求めたいよっていう人はベルベットスキンすごいいいかなと思いますけど、普通の成長因子とか入れといた方が回復は早いかなっていうところなので、一番最初にダーマペンの施術やるときはダーマペンとベルベットスキンにしちゃうと結構もっと長いかもしれない。私でも普通にダーマペンやってもう結構経つから、こんだけの速度で回復して肌が、ね、慣れてるっていう感じなので、最初にやるときは成長因子のものを入れたりっていうところがいいんじゃないかなと思います。はい、というわけで、まあダーマペンのね施術の術後経過については前動画にしたんだけど、施術どういう感じでしてるのかなとか、あと今回はそのね一番痛いって言われてるベルベットスキンでやってきたっていうところのレポだったので、またなんか面白そうだなとかやってみたいなっていうのがあったら動画にしたいかなと思います。というわけで今回の動画はこんな感じでした。最後まで見てくれてありがとうございました。ではまた次のビデオでお会いしましょう。バイバイ。